ビニ新商品発掘イエーイ。皆さんこんにちは、オルタナチャンネルナイトです。おいしょじまんです。ライガです。オークンです。ということで、オルタナコンビニ企画いろいろやってるんですけど、はい、今回もコンビニ企画で、あざっす、はい、お願いします。来ました。しかもちょっと発表というか報告がありまして、オルタナの11周年グッズ、好評でして、おやった。実写のねグッズが好評で、やった。ただ実写のグッズまだまだ写真があったんですよ。確かに、そうですね、いっぱいカット撮りましたから。そう、いっぱいカット撮って、まだ出してない写真を今回コンビニで手に入れられるという、おお、はい、Eプリントサービスというものをね、やります。やったー、すごっ。はい、これがこの印刷できる、はい、Eプリントサービスの、そうです、未公開のこれ写真ですね。はい、はい、めちゃくちゃ撮ったんで、これがコンビニ日本全国のプリンターあるじゃないですか。はい、あそこで印刷できるという、すぐに手に入れることができると。すぐに手に入れる、すごい時代の進化を感じるね。普通だったら買いに行かないと買えないのが、ちょっと前があったと思うけどね、Eプリントサービス。あったー、Eプリントサービスなんて。ありました。グッズ販売はもうこの時点で終わってるんですけど、はい、はい、グッズね、買えなかった人とかも、日本全国のコンビニで買えるので、はい、チェックしてもらいたいなと。ぜひお願いします。100円握りしめていけばもう買えるからね。そうです、そうです、写真とシール紙があって、うん、サイズは一緒なんですけど、これ写真が200円で、うん、シール紙はこれめくれます。なるほど、どこにでも入る、すごい、結構なサイズ感ですよ。そう、それが、そう、400円で、うん、はい、全22種類で、ここには21種類しかなくて、1種類がシークレットです。うわー、シークレットとかあるんだ。はい、じゃあランダムってことですね。そう、ランダム、何がプリンターから出てくるか分かんない。そうです、ちょっとワクワクします。いや、そうだね、シークレット含めて何が出るかっていうのはね、そう、これ楽しいね、うん、そうそう、何が当たるか分からない、誰の顔が出てくるのか。おもろいよね、プリンターでどんな感じで出てくるか俺もまだ分かんないんだけど。お前かーい、お前かーい。あれ想像したいか、あれを想像したんすか。だからまあ全部ね、もうコンプリートしてほしいぐらい、いやー、ほんとにしてほしいけど、なかなかね、全22種類なんで、集める人いるか。相当相当すごいね。で、全国6万店舗のコンビニで、すごい、セブン、ファミマ、ローソン、ミニストップ、デイリー、ヤマザキ、セイコーマート、ポプラとか。うわー、ほんと全部ですね。全部、全部、全国全部あります。今までってね、意外と関東圏だけとかそういうこともあったりしましたけど、セイコーマートとかね、北海道の方とかもね、すごいです。ポプラもあるし、まあ機種によって違ったりね、コンビニによって違うんですけど、大体がEプリントサービスとか選択して、芸能総合のところを進んでいって、オルタナチャンネルとかを検索すると出てくるので、普段のね、こう帰り道コンビニ寄ってるついでにやったりとかしてもらえるのが嬉しいですよね。そうだね、お釣りとかでね、出たのちょっとやってみようみたいなね。いいですね、ガチャ感覚でやってほしいね。やってほしい、1日1回とかね。ねえ、そうだね、ちゃんとこの写真だもんね、ブロマイドの。めっちゃ綺麗ですよ、しかもね。そう、めっちゃね、撮れもいいんだよね、本当に。いわゆる写真の、そう、めっちゃいい L 版サイズですね。そうそうそう、いい感じ。内藤の、じゃあ一番これ当ててほしいっていうのありますか。なんだろうね、一番当ててほしいのはやっぱこれかな、KK のこのポーズ。初めて見た謎ポーズ、ソバージュ KK、 うん、美魔女の謎ポーズ。なんか、あ、アイドルのね、うん、なんかそのおしの子、おしの子みたいな。ああ、ほんと、おしの子ポーズか、それ。おしの子ポーズなんかあるんすね、こういう。そうだね、猫耳みたいな。そう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 、各ピンソロは2枚ずつなんだよね。そう、こういう風に2枚ずつあって、あと兄弟ごとがあって、2枚ずつあって、コンビもあって、コンビもあって、で、あと全員集合もある。全員集合も、ここには1枚しかないんだ。シークレットは何っていう。じゃあ何っていう。シークレットは何って、これ分かるよね、ここまでいったらね、みんなね。僕の3枚目のやつ。キラキラのオッカー。キラオッケーの。キラオッケーの。それおもろい。いいね。シークレット。それおもろいわ。っていうんで、まあコンビニなんでね、はい、気軽にこう何回かチャレンジできると思うんで、やろう、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。やってみてください。お願いします。お願いします。お願いします。高評価よろしく。ということで、コンビニ企画やっていきたいと思います。はい、はい、コンビニ発掘企画でございます。お、そうですか、それは。はい、まあ、数々コンビニやってきた、やってきてますけど、うん、まだ食べてない商品、多分あると思うんですよ。ある。新商品であったり、無限にあるでしょ。で、前にかぶっちゃいけないみたいな感じで、うん、誰も食べてない商品を買ってくるってあったじゃないですか、うん、ありましたね。まあ、それプラス今回は、うん、うまい商品を探そうっていう、なるほど、企画です。うん、まだ誰も食べてなくて、うん、うまい商品を僕たちで発掘しようっていう。なるほど。日本初で食べるかもしれない、うん、まだ誰も買ったことない、買ったことない、
購入履歴なし。購入履歴なし。なんでずっと置けてるんでしょうね。自分も買ったことあったらダメってこと？自分も買ったことないやつで。なるほどね、初めてもした、はい、初買いの、発売ので、かつ美味しい。うわー、だからそれ賭けだね。はい、か味はわからないで買うってことだね。そうっていうものを今回発掘しようって企画で、ね、はい、まあ、5人いるんで1人に2つずつ買ってきて、はい、ポイントもあります。おう、まあ、俺が1個買ってきたとしたら、はい、他の人にうまいと思ったら1ポイント、おうまポイントで、発掘ポイントもあります。発掘ポイントは誰かが買ってたらマイナス1ポイント、うん、うわー、マイナスになっちゃうな。買ってる人にマイナス1ポイント。なるほど、なるほど。だから自分以外の他の人なんで合計8ポイントかな。うまポイント4点、うん、発掘ポイント4点の合計8点で、だから発掘ポイントは0点になるってことか。ゼロ点になる。全員他の人買ってたらゼロ点になる。なるほどね。で、誰も買ってなかったら4点入るっていう感じで。4点入るのよ。そのうまさと発掘ポイント、うま、ん、ポイントと発掘ポイントで、うん、合計点数を競って、はい、まあ今回これ見てもらってぜひね、それもついでにこのプリントと一緒に買ってもらいたいなっていう。あー、確かにね、そういうことか、はい、合わせ技。そうだ、合わせ技で、合わせ技で。いや、いいね。じゃあ行きましょう。はい、せーの、ゴー。パーティーの始まりだ。さあ買ってきまして、ありがとうございます、さあじゃあまずはじゃあこういきますか。はい、一品ずつ。あ、いいね、一品ずつ、一品ずつ、はい、行きましょう。はい、じゃあ僕から、はい、マートに行ってきまして、ファミリーマート、 ABC の可能性もあるから、成功マートの可能性もあるよね。ウォルの可能性もあるだから。ウォルはね、アメリカまで行ってきた。おしゃれ、おしゃれすぎる。これどうなんだろう。まずはね、こちら嬉しい、ホットスナック。あれで、いや嬉しい、嬉しいけど、でもこれはもうみんな知ってるやつじゃないですか。なるほど、可能性がね、高いんじゃないですか。ちょっと3個しかなかったんで、3個で、まあ一番トップバッターなんであったかいうちに食べたいなと思って。あ、いいですね。でも本当にファミチキって書いてあるんですよ。あら、もうちょっとやっちゃってる。おいしさポイントだけ取りに来たんでしょ。本当そう、みんな知ってるけど言ってはいるって。そう、一番ダサいよ。こちらですね、はい、タルタルソースインエビカツ。エビカツ、はい、タルタルソースがインされてる。エビカツ、エビカツなんです。タルタルソースインファミチキをね、そう、あるある、内藤さん紹介してくれましたもんね。 それはね、前にも出たんですけど、そんなのあったんだ。まあ、前いましたその現場に。1000円ランチでね、ファイバー1000円ランチ。あ、そう、タルタルソースインってなるかと思ったら、そう、そこで、ね、前から、そこまでクリア、みんなみんなエビカツの方。そう、エビカツは初めて。恥ずかしいわ。エビカツね、あぶね、よかった、エビカツで、ね、じゃあこちらの、はい、まず発掘ポイント、はい、こちらのタルタルインエビカツ食べたことない人、はーい、よし、4ポイントゲット、4ポイント4ポイントゲット。じゃあこれちょっと食べてみますか。そう、ちょっと食べたい。手で、じゃあこれで、はい、うまそう。うわ、これはやだ。こんな感じで。いいやんけ。うわー、うまそう。いやー、もう意外にタルタルがそんな見えないかな。あ、でもエビがね、結構ぎっしり入ってる。いただきます、いただきます。あ、結構脂がすごいジューシー、うんうん、うわ、あれタルタルの感じ、うん、美味しい、美味しい。もうこれファミチキとは一線を隠しますか。別物、別物、うんうん、あれ、しんばさん、どうですか、自分が発掘してきた。なんかね、エビがあんま感じれない。そっか、エビがこねられてんのか。ピッと言ってることわかります。もっとエビがゴロゴロ入ってるのかなみたいな。エビの食感を楽しみたかったっていうのは、うん、コロッケみたいな、うん、ちょっと、あ、結構すり身な感じですよね、うん、何味かわかんない、うんうん、そう、なんかソースとかかけるのはついてこないんだ、これは。このまんま。あ、でもタルタルいいんだから。え、すごい、それの意見わかります。ただソースあったらね、うん、よりいい。ああ、それかもしんないな、ちょっと。いや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 いさせてもらってますけど、はい、挟み込むなぁ。寒いになる、なんのこそれ。だけど、なんだけど、だけど、だけど、正直にいきましょう。はい、あー、なるほど。コンビニ忖度なしとかね、はい、全国のコンビニなんでね。そうです、そうです。基準はどれぐらい、また買いたくなるかぐらいの。確かに自分がもう一回3日で買いたいから。あ、そうしましょう。買って食べたくなるかぐらいの。発掘しましたけど、
また一回次買うかどうか。なるほど、美味しくないみたいな思ってあんまないじゃない。そう、美味しくなくはないよ。そうそう、基本全部ベースは美味しいで、うん、だからもう揚げた人はもうリアルに買いましょうね、次回行った時は。じゃあ、はい、皆さん、はい、今ポイント、はい、次買いたいポイント、はい、買いたいと思った人挙手お願いします。上がらず。やばいねこれ。全員上がんないのやばい。気まずい。まあでもやっぱ参考になるようにね、そのみんなも本当に買うかどうかね、はい、これで選ぶから、うん。なんかあれみたいだね、あのネプチューンさんのジョブチューンですよ。ジョブチューンみたいなリアルなね。大好きジョブチューン。まあでも基準としてね。そうだね。正直なんちょっともう一口。うん。あ本当。ちょっと薄いよね、その衣が多くて、うん、中身の部分がもうちょっとあったら、うん、そう、衣感がちょっと強いなっていう、うん、あとタルタリリエビカって名前相当美味しそうに聞こえるじゃないですか。そう、名前、ネームがかなり強いから、それで期待が跳ね上がっちゃった可能性ある。そうです、ね、それはちょっとあるかもしれないね。ということで、合計4ポイント4ポイント4ポイント誰も買ったことない。まあまずね、1商品目なんで、はい、いいですね。じゃあ続いてオックン、はい、はい、待ってました。おこの前の人がホットスナック出したら出そうと思ってたんですよ。なんだホットスナックにかぶせていくの。私もファミリーマートに、はい、あ、ファミマ行ってまいりまして、はい、ファミマブランドで見つけていきました、はい、こちら小豆もなかアイスでございます。ほう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 。これあれなんですよ、あのファミマにはファミマルっていうブランドがあって、ね、ちなみにファミマルの生みの親、株式会社ゴーの三浦さんっていうマーケターの方がいます、はいはい、マーケターとかの方と僕対談したこともあって、対談というかそうイベントで喋らせていただいたこともあって、はい、だから信頼がすごい。奥山もつけてもらったの。奥山じゃない、奥山をつけてもらったけど、ファミマルを作りの生みの親から。じゃあポイント低かったらやばいね。やばいねこれ。いやー名前を出して次の仕事に響くんだよ。でもこの小豆もなかはめっちゃ美味しそうじゃない。これセブンでも好きって言ってなかったっけ。セブンで俺好きなやつがあって、はい、それのファミマバージョンだことかな。そうそうそう、はい、いくらぐらいするんですかちなみに。これはですか、見てみましょうか。セブンのやつもね高かったね。350円ぐらいするんですよ、うん、こちら300円。おお298円。まあいい贅沢。じゃあまず聞きますか。はい、ポイント。そうでした。皆さんは勝ったこと。勝ったこと。ない人に。勝ったことありません。挙手お願いします。せーの。あーよかったよかった。ここであったら一番恥ずいからね。なるほど。じゃあちょっと取って。いいですか。はい、じゃあポキも開けちゃっていいですか。はい。お、食べたい。すごい。こんな半分で割れるタイプなんだね。結構可愛いでしょサイズも。文様が、高級感あるこれは和商、和の匠の一品、和商かな。うん、じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。うん、味は美味しい。うん、美味しいな。高級感ある。うん、あの、ホワイトチョコが、ああそうそう、効いてるね。これ、後味結構ちゃんと小豆きますね。うん、うん、うまい。分厚くてじっとり、グッとこう、パワーがあって、お茶漬けっぽいですね、なんか。そう、うん、でも食べ応えしっかりあるみたいな、うん、そういう方向性ですね。うんうん、そう、やっぱホワイトチョコいいね、これ、うん、挟まってんなら、うん、いやー、これはうまい。うん、だから満点だったら、もう皆さん確実に買ってほしいですね。これ自信を持って、うん、基準はね、本当に自分がじゃ次ファミマ行った時に買うかどうかっていう、はい、ここはね、基準ですからね。うわ、難しい。どうぞ。それでは参ります、うん、値段とかもね、含めてってことだからね、うん、これ300円です。300円。うん、なるほど。それでは参ります。次また買いたいと思う人挙手。はい、2ポイント。おー、合計6ポイントです。いいですね、いいポイント。うん、うん、美味しい。でもみんながガチで評価してるってのが分かるね。うん、ともくんさんいかがですか。俺はですね、こういうの食べると絶対チョコモナカジャンボと比べるんです。あー、いいね。比較相手がいい。そう、でもチョコモナカジャンボ買っちゃうだろうな。値段とかも含めてね。値段とかもいろいろバランス見たい。でも正直美味しいけどメガヒット商品だもんね。うん、タイガーさん、タイガーさん、確かに俺もセブンのやつと比べて、あ、セブンの方が好きだったなっていう。なるほど、これもうまい。でも十分にうまい。これはまあ発掘ならではのね、ちょっと普段手が出しにくい高い商品を引くっていうやり方がありますので、うん、皆さんもぜひよろしくお願いします。いいです、ね。はい、6ポイント。OK、6ポイント。6ポイント。じゃあトモキ。トモキン TV。私ローソンに行ってまいりました。ローソン。俺のイメージローソン。パン、スイーツ強いイメージ。
まあ、確かにスイーツはあったイメージ。パンなんかの。パンはあんまない。パンは嫌いですね。じゃあ皆さんもう今日新しい気づきが出ると思います、まあ、それが発掘ってことだもんね。どうだね。もう名前がかなり強いですこれ。お、いきます。はい、じゃん。お、湯浅塩メロンパン。いいの買ってくるね。発掘してる。これ発掘でしょ。これしかもローソンの推しパンになってる。推しパン、だって塩パンが流行ってるじゃないですか。はいはいはい。で、そのうまいメロンパンと掛け合わせちゃった。あー、食べたい。なんかもう SEO 全振りみたいな全部のワードなんか引っかかれみたいなパワーワード、パワーワード全部入れて、全部入れて、シュワバ塩メロンパン。これ148円。なるほどね。今のパンで言ったら一番安いパンの値段ぐらいじゃないですか。え、これ1個しか買ってない。2個買いました。うわ、危ねえ。危ねえね。危ねえ危ねえ。なんかでかい鈴カステラみたいですね。ああ本当だ。結構ね表面。え、かわいい。固め。じゃあ中身。はい。いきますよ。はい。ジュワー。ああ、なんか空洞、なんか空洞。しっとりしてる。うわ、いい匂いするよ。ちょっとね、なんて言うんだろう、デニッシュっぽい感じもあるわ。あれなんか空洞だ。そうなんです。やっぱそこ塩バターパン、塩パン、塩パン、塩パン。いただきます。160円。いただきます。おお、いただきます。うん、塩パンだ。メロンパン味ももちろんありますね。うん、美味しい。あ、これ焼いてれば化けるね。うん、10倍ぐらいもないと。いや、うん、美味しい。塩パンうまいんだよな。やっぱなんかジュワッと感あるっていうか、後から本当に味が出てくるわ。発掘ポイント聞くの忘れた。そうだそうだ、にゃんちゅうやん。発掘ポイント聞くの忘れた。番組中断してまで。このパンは食べたことある子は手を挙げるんやん。お姉さん、じゃあ食べたことない人は手を挙げてください。せーの。はい、4ポイント。はい、4ポイント。まずは確実にね。はい、じゃあ聞きますか。評価ポイント、また買いたいかポイント。いや、むずいな。これはもうガチでね、いきますよ。はい、こちらの商品また買いたいと思った人は手を挙げてください。せーの。はい、おお、2ポイント。2ポイント、嬉しい。2ポイント、うまい。これ塩パンも好きだし、メロンパンも好きなんですよ。うんうんうん。で、さっきも言ったんですけど、もう一回買って温めて食いたい。ああ、なるほどね、アレンジっていう、こうリベンジじゃないですけど、そういう、もっと多分ポテンシャルあると思うので、そういった意味でもう一回買いたいって。確かに、もう一回買って伸びしろを伸ばしてって。焼いたバージョンちょっと、焼いたらうまいな。いや、うまくなるね。カリッとしてね、中はじゅわーっとして。それはね、6ポイント。ありがとうございます。じゃあ続いてタイガ。はい、またちょっと、はい、今までと違うというか、はいはい、本当に俺も見たこともなかったし、うん、でもこれもしかしたら大ヒットの可能性あるよ。それはすごいわ。気になるもの、はい、こちら南高梅ニンニク。あー、それ系ね。 おつまみ系と言いますか。はい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 。これ食べても匂いが気になりませんっていう。え？え？なんですかこれ。うまかったらうまい可能性がめっちゃある。わかんない。あるよね、おつまみとかでね、結構ね。かつお節の香りがすごいですね。あ、はい、こちらはなんかうまかった時はめっちゃうまいぞっていう。そうそう、ずっと何にも言ってないと一緒ですね。いやいや、本当に何も言ってない。大人に本当に何も言ってないですよ。じゃあまずは、発掘ポイント。はい、こちら食べたことがない方は挙手お願いします。せーの。はい、コンビニだよね。コンビニで。コンビニで、はい、あ、よかった、はい、でもね、わかります。そうだよね。正直こういうの買っちゃう。ああ、そうなんだ。そうなんだ。スーパーで。そう、結構コンビニ以外のなんか地方のお土産ショップとかで結構あってる。ああ、そのパターンですね。そうなんだ。そうそう。俺、初めて見ました。俺も初めて。俺も初めて。こういう、まあ、食べたことはない。あ、本当に、うん、じゃあどうぞ。はい。ください。ちょっと怖いな、食うの。怖い。ちょっと怖いですよね。うん、でも、ちょっと、もう、キースも。ちょっと連絡しといてもないだろう。誰？千葉さんはあるけど。いや、千葉さんも変。連絡してるとこいいんじゃないですかって言ったら誰にっていう。ノアともキースも。ちょっと連絡してるとこないだろう。誰？どっちも変だ。どっちも変。どっちも変。二軸張ってたね。逆の付け方がもう逆。匂いにあんまないね、ニンニクの。ないっすね。梅の方が強いね。梅強いね。いただきます。いただきます。うん。もう最高。
すごい、ね、米っすね、米欲しくなりますね、うん、米とかお酒にね、いや酒ですよ、ね、これマジで酒うまい、うん、これ酒だよね、酒ね、酒だこれ、これビールだね、ビール最高、うまいな、ニンニクの感じそこまで強くないね、そうだね、ちょっと中和されてる感じがするね、甘い梅の味が強いですね、うん、酸っぱみはなくて、やっぱこれ最高なんだよな、でも元気は出るんですよね、結局ニンニク食ってるから食感がすごい美味しい、これうまいね、うまい、美味しい、うん、食べちゃうね、でははい、こちらまた買ってみたいと思ったから、せーの、はい、おー意外と、ありがとう、意外と、いや、なんかやっぱり自分一人で買うっていう感じじゃなくて、なんか飲み会とか宅飲みとかした後 に、みんなでちょっとコンビニ行こうよとか行った時に選択肢に今後入ってくるんですよ、嬉しい、しかもこれ買うのセンスいいよね、いい、いや、確かにそれはそうだな、オッケーオッケー、いや、いや、違う、僕は知ってるから、この子の存在結構あるんですよ、あ、そうなんじゃ、そう、そこだよね、じゃあ、真新しさがないっていうところ、そうそうそう、あの、結構都会にあるマルエッツプチとかあるじゃないですか、そういうとこに結構あるマイバスとか、マイバスとか、結構買っちゃうの、僕、実は、うまいんよ、だから、ほんと、ま、ニンニクをこの丸ごと食べる罪悪感に耐えられない、俺え、でも匂いないんすよ、嘘だよ、絶対怖いわ、怖い、その背徳感が一番気持ちいいんですよ、いや確かに、そう、それが一番いいんですよ、人間で、俺、いつもだってデスクの横にブレスケア置いて朝2、3粒食ってるぐらい、なんかちょっとアラサーになって気にし始めちゃった、えらっ、大丈夫ですよ、全然臭いと思ったことないですよ、本当に、本当に、言い合おう、臭くなってきたら、うん、ちょっと言い合いました、アラサーで、はい、言えないですからね、確かに、でもうまい、正直、うん、あの初めて食べた、うん、美味しい、特にお酒飲まないじゃないですか、あー、まあ、それはあるかも、俺もそうですけど、いつ買うんだって思いますそうですね、まあそうだね、うん、買うシーンがね、なかなか、うん、でもめっちゃうまいです、うん、はい、ありがとうございます、よ、5ポイント5ポイント5ポイントそうです、じゃあ続いて内藤、はい、さあ内藤さんはね、こういう時センスいいものがミラクルを起こすのは内藤さんですよ、でもこれ、ね、ちょっとわかんねえんだよ、もしかしたら買ったことある人いるのかなっていうのがね、あ、逆に俺は新商品だと思ってんだけど、はい、実はあったかもしれないっていう、あ、俺セブンイレブンで行きました、はい、こちら、じゃじゃん、マルットチーズボール、え、何それ、これ、セブンでチーズボールが売ってたの、うん、ちょっと前流行ったやつか、そうと、これは新商品だとしたら、まあ、みんな食べたことないんじゃないかなって思うね、なるほど、それいいとこ行ってるかも、聞いてみたいと思います、こちら食べたことない人手挙げて、せーの、はい、ですよね、れ俺マイカさんその反応だって分かったもん、あった、一回食べてみました、あ、本当に、あ、なんかこんなん出たんじゃと思って、はい、知らん、あるところとないところ結構分かれるんだね、結構ホットスナックって店舗によってラインナップ違うじゃないですか、確かに確かに、じゃあちょっとこれも食べてみましょうか、いや、これは期待しちゃうね、俺らですよね、なんか居酒屋とかでよくある感じですよね、ちょっとチーズだね、ちょっと下げんなよ、あんま言っちゃダメですよ、居酒屋のあの感じ、下げんなよ、おい、食べる前から、おい事前情報、すいません、聞かない補足をすいません、じゃあこっち後ろもらいます、はい、どうぞ、食べてください、美味しそうですよ、でもチーズボール、うわ、美味しそう、チーズボール、いただきます、え、これ何もつけずでいいんだよね、こ、だと思う、いただきます、うん、本当つけたい、ケチャップとか、うん、芳しくない、これね、難しい、うん、うん、もちもちしてるとこうまいですよね、うん、ちょっと脂感が結構ある30代向けじゃない、うん、そうそう、10代向けなのじゃあ行きますか、はい、またこの商品買いたいと思ったら手を挙げてください、せーの、ゼロいや、なんかすごい美味しい感じするな、ナイトさんどうでした、自分で食べてみて、いや、ちょっとほんと脂感がすごくて、いや、そうっすね、カロリー爆弾、うん、うん、なんかもっとチーズいっぱいでもよくなかったですか、そう、俺も同じ意見、もっとチーズ臭くあってほしいというか、なんかもうチーズ苦手な人でも食べれちゃうぐらい食べやすい、そう、はんぺんボールいいことなんじゃない、いや、そうなんですけど、逆に言うとチーズ感がもっと欲しくなっちゃうんですよ、買う人はね、チーズ好きな人だもんね、それかなんかかけたくない、か
ケチャップとかかけたら、あ、確かケチャップとかね。ということで、3ポイント、3ポイント1人食べてた3ポイントまあでもやっぱり市場博ってこのぐらい難しいところですね。そうそう、やっぱり話題になってるものは美味しいですから。確かに、根付くってのは相当難しいんだわね。これもパーティーの始まりだ。じゃあ2周目いきますか。はい、じゃあ俺は意外にこんな商品あるんだっていうの、またファミマなんですけど、はい、2個目の商品こちら、コリコリ食感の耳が、耳がです。耳が食べたことある？耳がを、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 めちゃくちゃ食べたことあるから、ね、ちょっと遠足ぐらいの手じゃん。まあでも健康っぽいんでね、タンパク質 12.8 だからファミマのこの耳がを買ったことあるから、ね、でもちょっとね、耳が、しかもファミマの、ファミマルの耳がですよファミマルなのそれ、はい、ファミマルです。あ、そうなんだ。ファミガが、ファミマがファミガファミガファミガです。ファミガ。じゃあこちらの商品、食べたことない人、せーの、はい、はい、4ポイント。なんか違うってことじゃない。なんかファミマの耳が食べたことないっすけど、俺の梅ニンニクとちょっと似たような。いや、耳がですから。耳がこんなコンビニで買えないですからね。まあ、だからファミマのがめっちゃうまい可能性あるからね、だし手軽に買えない耳があって、ローソンにもたくさんあったの、耳が。意外とあるんだよね耳があって意外と売ってんだよね。セブンとかのたまにあるんだよね。マジ？ちょっとじゃあからし酢味噌つけて。ありがとうございます。からし酢味噌いいな。ねえ、その食べ方したことない。それはめっちゃいい、うん、いや、正直、からし酢味噌ありきで選びました。おお、開けて気づきませんでした。あー、なんかあるいただきます。まだこのまま美味しい。なんかレモン、うん、塩気がちゃんと効いてて美味しい。うまっ。一人でビールとこれ買って晩食いけますわ。美味しい。いや、本当に美味しいな。カロリー少なくて高タンパクですから。え、これ、ね、脂質とはないんだ。どうなんです、ちょっと見てください。そうだけどな、脂身っぽい。いや、脂身っぽい。一泊あたり脂質 4.6、 タンパク質12、エネルギーカロリー102。お、意外と低いんだね。うわ、むずい。おつまみとしては本当にレベル高い。いくらですか、これ。これいくらだっけな。208円。安い。安いよ。安いわ、これ。ミニガーが208円で買える時代来ましたそんなイメージないよな事前のイメージがないですよミニガーの物価をかけたことないさあ、じゃあこのミニガー、また買いたいと思った人、挙手お願いします。せーの。おー、 おー、俺だけ。1ミニガー、1耳が。いや、だから逆パターンだったわ。この耳がそのみんな知ってるじゃん、味。そっか。それでちょっとうまかったんだよね、なんか。確かに、まあ美味しい。そう、美味しい耳が食べやすいよね、うん、なんか思ったよりうまかったから、うん、でもこれ俺とかないと筋トレしてるけど、うん、102キロカロリーでタンパク質が 12.8 は、あ、そこもね、いいの。結構 ね、 ね、めっちゃいい、ね、なんでいいの、そんな耳が。で、しかも脂質が思ったよりも少ないってのはちょっと引かれるわ。5ポイント、はい、怖いな。素晴らしい。いいですね。悪くないです。はい、さあ、じゃあ続いて奥くん。はい、これ結構、うん、買ったことないポイントは、まあ、もちろんのこと、はいはい、ポイントはもちろんのこと、また買いたいポイントの中で、味っていうよりもこれを知ってるおしゃれさみたいなところが結構あるんじゃないかな。おしゃれさ、センスね。僕も毎回見た時に絶対買いたいと思いつつ買わずに取っといたみたいなところもあります。こちら、ホタヒカクレオパトラ大作戦。知らない、これ、これ、ホタルの光っていう、結構その高級おつまみとか高級おやつメーカーみたいななんかちょっとやつがあって、で、なんかこの遊び心のある名前をつけると同じなんですよ。でこれだとマカダミアナッツ梅昆布味なんですよ。これ結構おもろいじゃないですか、これ自体が。なのにこれを書かずにクレオパトラ大作戦。あるよね、なんかおしゃれな名前をつける最近商品って。そうそうそう、だからこれを例えば友達ん家とか行っておつまみとして持ってった時に、え、何これって話題になるっていうところがちょっと狙いなんじゃないかな。なるほどね。確かに。そう、友達ん家行かねえな。それ知らんて外交的になってくださいよMBTIC なんで最初愛から始まるでしょ何度やっても愛から始まります。もう ENFP の俺と内藤さんから信じられません。そう、いきますよ。じゃん、マカダミアナッツ梅昆布。ああ、うまそう。これなんか新しい。ちょっとそう、これ自体も新しいじゃないですか。でもちょっとこう二度こう話題になるというか。マカダミアナッツで梅味は初めて。マカダミアナッツってうまいですもんね。まあ、うまい、うまい。じゃあまずは買ったことない人、挙手お願いします。せーの。はい、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 はい
ちなみに、そうだ、先に皆さんにちょっと写真を1個見せておくと、はい、あれですよ、あの、見せるんだから、食ったね、今まあいいんだけどねじゃあいいホタシカ見てください、こんなにいっぱいあるんですよ、ホタシカ、あ、ほんとだ、シリーズ多い、こんなにいっぱい、あのめっつこれ、うわー、スーパーヌーチョのさ、ポテチあるじゃん、うん、あれの味がするね、あの粉ね、はい、梅昆布茶の味だな、うん、あ、なるほど、うん、なるほどね、止まらんわ、なんか、食べたことない、他に、うん、なんか梅昆布茶の味ってなかなかないからちょっと癖になるかもしれん、うんうん、これいくらっすか、結構高級ラインまかない、ナッツ高いもんね、高い、ナッツ高いですよね、高い、これ高そう、そう、これまさに高いです、はい、これなんと398円、あー、なんかこれまさに自分一人で買うには高いから、多分友達ん家行くとか、まあ、贈答用、普段のご褒美って書いてある、友達ん家ってあるんですよ友達ん家っていう場所があって友達ん家すいません新幹線乗る前にちょっと贅沢したいなあーそうだ、そういう風に買いたくなる、乗る前、新幹線は乗る、新幹線のあの窓に立てかけて、そう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 、あーこれはしっくりくる、そう、じゃあ参ります、はい、ホタヒカのクレオパトラ大作戦マカダミアナッツ梅昆布味、こちらまた買いたいよと思った人挙手お願いします、せーの、はい、いやダメですチェックしてください、はい、あらー、すごい、6ポイント6ポイント6は、あら、ナイト巨大に刺さんない2回でしたね、そう、俺はいやマカダミアナッツめっちゃ好きだから、やっぱりその素材の味をもっと楽しみたいなっていうのがちょっとあった、へー、おー、はい、美味しい、他のラインナップが気になるんですよ、ね、確かに確かに、他もね、結構美味しそうなのあったから今回これ選んじゃいましたけど、他もいっぱいあるんで、確かに確かに、じゃあ続いて、はいはい、ともき、私の2商品目、はい、ローソンでカヌレ流行ったの知ってます、うんうん、あの冷凍のカヌレ、冷凍のやつ、あれが美味しいって話題になったじゃないですか、なりましたね、そのネクストカヌレみたいの、おお、おお、いいプレゼン、なるほど、見つけちゃいました、ネクストカヌレ、ネクストカヌレ、何が来るんだ、こちらです、じゃん、ネクストチョコスモアタルト、ネクスト入ってないから、ネクスト入ってないから、スモア、スモア、スモア、なんだそれ、タルトじゃなくてスモア、チョコのタルトにマシュマロみたいのが乗ってるのかな、それはスモア、うん、マシュマロが乗ってるのスモアだと、そう、これがズバリカヌレと同じ値段の400円ぐらい、値段、いい値段だ、いい値段だ、いい値段、カヌレがそもそもいい値段ですよね、そうだな、だからそのカヌレと対抗馬みたいな感じで出してるのが、うわーすげえ、めっちゃおしゃれだね、おしゃれ、なんかちょっとバズってました、こういうやつで、マシュマロ上に乗っけて焼くのか、あーまあそうだよね、スモアって結構マシュマロがね結構やっぱ美獣いいんで、これ2個こういうの入ってるのなんか映えるね、可愛いですね、お召し上がり方、冷蔵庫で、温め、うん、このまま温めましょう大丈夫か、冷やして温めてるしてないけど今まあ冷やしても温めても食べれるみたいな、うん、今食べ頃かもしれない、じゃあこちらのスモア、はい、食べたことない人手挙げてください、せーの、はいはい、上4ポイント、やばい、食べてみたい、食べましょう、はい、これかわいい、あるよこれ、いただきます、いただきます、かわいいこれ、俺、うん、もう、かわいさだね、おいしさじゃない、まあ、おいしささ、まあ、言うてチョコとマシュマロだから、うん、想像の範囲内というか、うん、うん、でも美味しい、チョコは美味しい、当たり前にうまいっていう、うん、タルトうまくないですか、タルト美味しい、チョコが美味しい、そう、チョコ濃厚な感じだね、え、めっちゃうまい、めっちゃうまい、生チョコみたい、なんか皆さんもっと上がってもいいんですよ俺もそう思ったもうめっちゃうまい、審査員目線で見過ぎてるか、うまいよね、うん、味美味しい、もうほんと洋菓子店のなんか洋菓子って感じ、あ、そういうやつ美味しいわ、あ、これスモって言うんや、あキャンプファイヤーとかでよく作られる、あ、そう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 、伝統的な人気デザート、アメリカとかカナダとか、さあ、はい、このチョコスモアタルトまた買いたいと思った方挙手お願いします、せーの、はい、おお、6はでかい、なかなか6の壁を超えるのむずい、ね、確かに6が最高点か今まで、そうです ね、 ね、え、俺これめ、俺ちなみにすみません、あの、はい、本当になんか全然辛口で見てたわけじゃないんですけど初めてあげました、あー、いっぱい、なるほど、なんかこれを買うときはあんま値段見ないときですね、うん、自分にめっちゃ甘やかしてるときか、確かになんかこうちょっと誰かと一緒にね、締め行きたいね、なんか締め行きたいね、
なんか難しいそのでいいっすねこれ、まあ、家の冷凍庫に入ってたらちょっとテンション上がるね。女も女の子と一緒に帰りたい正直。いやそうね、帰り道に一緒に買って帰りたいね。そうあれなんです。そう、そう、それのそれの味、それの味、え、全くそれの時に最高の味ね。その時なんで見んもんね、値段見ない値段、これ美味しそうじゃんってね。おごってあげれる値段だしね。おごってあげる値段だしね。おごるには安いよ400円は。そうで、めっちゃ幸せそうに食べてくれるこれは。そうよ。いや女の子は喜ぶよね、こんなに。喜ぶでしょ。で、公園のベンチで食べようよ。いやちょっと食う、また中高生じゃん。いや、もう違うんだからよ。え、渋谷さんどうですか、美味しかったですよね。味はもちろん美味しいんだけど、見た目が可愛い。なるほどね。これだってバレンタインにもし、あ、確かに渡されたら、もしこれをね、こう作ってテンション上がるよ、これもらったら。まあ確かにな、レベル高いからな。お二人ダメでした、ちょっと。いやー、なんだろう。いやー、猫はダメです。猫はチョコ当てにしなるかも。まあ、そうだね、見た目可愛いんだけど、やっぱ味が結構食べたことあるなって。まあそうっすね。そう、そこでプラスアルファでもっとなんかあったらって感じかな。なるほど。タルトチョコマシュマロってなんかもうパワーじゃないですか。そうですね。そうそうそう。重い、重いちょっと。うん、確かに。っていう。チョコも結構濃厚だからね。30超えてました。そういえば気づかない間に。20代の時にこの企画やってたらね。20代、10代だったら満票入ったかもしれないけど、ね、脂っこいと重いしか言ってない。そこずっとそれ、これ脂っこい、ずっとそれしか言ってない。これ脂吸ってるな。脂質、脂、タンパク質、タンパク質が多いからいいとか。あ、それか。じゃあ続いて、タイガー、はい、エビカツソースあったわ。それあったら買ったんじゃないですか。全然話変わってきますよ。確かに付け忘れてました。でもこれでね、あー、ソースあるなにっていう方も。確かに、すいません、店員さん思ってたもんね。店員さんが入れてくれてたのに。はい、2個目、はいよ、いきたいと思います。はい、こちら大エビのマヨソース。おお、これ、俺もローソンなんですけど、うん、まあ金のシリーズとかそういうオリジナルブランドの、高いやつみたいなので、ハンバーグとかはなんかよく買うというか、うん、そういうイメージあるんですけど、エビマヨ買ったことないなと思って。あ、確かに確かに。で、本当に買ったことなくて、俺一応こう得意料理でエビマヨがあるんですよね、うん、へえ。で、どんなもんなんやと、うん、自分のより自分が好きな分、コンビニのエビマヨってどれぐらい美味しいんだろうっていうのも気になったところもあって、ちょっと買ってみました。なるほど。意外とチョイスしないんじゃないかなと思って。確かにエビチリとかあるイメージが。エビマヨはね、僕もそうです。なかなかないかも、食べないかも。金のハンバーグとかいうのはすごい有名じゃないですか。確かに。だから意外とチョイスしたことない方も多いんじゃないかなっていうので。確かに。美味しかったらちょっと新しいね、チョイス選択肢の一つに入れてもらえたらなと思って選びました。なるほど。おー、食べてみたい。じゃあこちら、はい、買ったことない方、せーの、はい、おー、4ポイント。じゃあこれ後ろ僕らいただくんで。はい、はーい、いただきます。おー、ありがとう。大エビやな。結構エビが大きいんすよ。でかいです。あ、もうでかいね。いいね、これ。ほら、いきますよ。はい、うんま。うわ、どう。まあまあ、うまいっすね。さすがにうまい。こちらですね、はい、473円。おお。エビが3尾しか入ってないんで、1で100超えてますね。100円超えちゃって。高級ラインだ、ほんとに。1エビ、1おにぎりぐらい。2エビ。うわ、それで 1? これ1エビ。はい、見てみてでーい。いいです。うまいわ。うん、うまい。まあこのでかさゆえの、この口に入れた時のエビ感がもうじゅわくる感じ。くる、くる、ほんとそう。このエビは大エビだよ。大エビだ。なかなかね、この大きさのエビってないよね。エビない。なんかちょっとからしっぽい味しない。ああ、いい。なんかちょっとちょっとからしっぽい感じが、うん、あるね。うまいわ。でも一人暮らしだったらね、この大きさなら3つでも結構満足。ご飯いっぱいぐらい、これと米とね、お味噌汁あったら十分だ。うん、確かに。あと金額っすね。470、ね、まあ500円ですよ、ほぼ。だそれぐらいやっぱ高級なの出てきてんだね、やっぱコンビニ各社ね。食べるか、食べちゃった。あ、いいよいいよ。まあ、だからコンビニもやっぱり時間売ってますよね。あ、まあ確かに。そうですね。そう、家にストックしとけばいつでもね、美味しいのが食べれるっていうのはね。普通にね、バーミヤン行って何円だじゃなくて、うん、そうそう、コンビニはね、時間を売ってるんですよ。俺が言うた。お、聞いたことある。聞いたことだ。時短、時短。時短円。最近のコンビニはでも時間売ってます。お前、マジか。マジか、おい。最近のセルフレジすれば会話もしなくて済むんで。おー、ま
そこも実感でした。時間の、うん、時間の味するちょっと。いやー時短巻いた、巻いた味がします。巻き味。いい、美味しい。こういう形だしね。巻いてやりそう。巻いてますよ。まあでもあとこのね、残った前をね、どう使うかがその満足感をね、再現するね。確かに。米にぶっかけてもいいですよ。米ぶっかけたいですね。だからここに米入れたい。あーそうねー、それ新しいとか卵とか入れる、いいね、最高、シャンプーにしてもらってもいいな、人マヨ、人マヨ珍しいっすよ、人マヨでつやつやで、うわーどうしよう、どうしよう、いや本当どうしようっすね、どうしよう、ナイスさんはね、お金の部分は気にしないでいいでしょうから、味だけで評価してください。それではこちらのエビマヨソース、また買いたいと思ったから挙手お願いします。せーの、はい、おお2票、やったー、2ポイント、ありがとうございます。おにぎり兄弟の2名からいただきました。6ポイント、内藤兄弟にまた刺さらなかった刺さらん、いやーうまい、うまい、うまいけどやっぱね、そう言ったけど最後値段のところ、おい値段がやっぱ500円ってなるとちょっと躊躇しちゃうなっていうところ、いいでしょ、いやもうビクビクしちゃうわ、どうですか、しびちゃぶさん、まあでもこれ500円だったら安いですよ、うんうん、店とかでも、まあ、こういうふうに本当なんかサラダにのせたりとかしてこうマヨネーズあえて食べたり、そうか、で人されたら満足あるんで、うん、そうですね、ライバルはコンビニの他の商品じゃなくてあのお店ですよね、お店、そう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 、ね、まさに考え方次第です、うんうん、いやでもよかった、味は美味しいですね、いや本当美味しい、美味しい、美味しい、贅沢、贅沢品で、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ内藤さん、はい、うわ気になる、最後何持ってきてるのか、最後これは絶対みんな見たことないですし驚きます、おお、こんなものあんのっていう、なんだろう、俺も見ててすごい発掘だ、びっくりしました、セブンです、セブン、セブンってあんだけくまなく見てるからね、ねえ、うん、これびっくりします、いきます、それがこちら、じゃじゃん、クリスピークロワッサンでございます、やばい、面白い、やばい、見てください、この薄さのクロワッサン、おもろ、そう、こんなのパンコーナーで見たことないでしょ、見たことない、うん、これがクリスピークロワッサンっていうことで、なんか韓国で結構話題になってるらしくて、その新商品、おもろ、だからサクサク感とか強いんじゃないかなと思って、これ味も期待できるんじゃないかなと思います。じゃあこちら買ったことない人手あげて、せーの、はい、おー、やっぱ気になる、これはおもろい、いやちょっとこれ初のね満票取りたいんですよ、じゃあちょっとこれもね、パリパリ感サクサク感は楽しんだ、パリッと割れた、韓国フェアみたいなのをしてるんですね今、あそう今ねフェアでちょうどやってるんですよね、パリパリ、あクッキーみたいに割れるんだ、でお値段が170円でございます、めちゃくちゃうまそう、170円、おこれやばいな、いただきます、いただきます、うん、お、うまいんじゃない、うん、おいしい、うんうんうん、中に砂糖が結構まぶされてて、うん、ザクザク感があるっていう、上にこうザラメが乗ってますね、そうだね、うまいな、うん、うん、いやーでも、もう、うん、味とかよりやっぱ面白いよな、これね、なかなかないよね、クロワッサンをこんなぺちゃんこにするっていうのがおもろい、これ見た時にちょっとね、衝撃だったね、さあ、これは来たでしょ、さあ、初の満票に向けて、それではいきたいと思います、こちらまた買いたいと思う方、手を挙げてください、どうぞ、せーの、はい、おお、6票、はい、6の壁、6の壁、6の壁が誰も超えられず、6の壁は、まあでもね、おもろい、もう味はそのまあ他のパンとかパイ系のパンに近いので、うん、そこまでの衝撃はあるかっていうとないんですけど、うん、でもまあ美味しいんですけど、まあ、単純におもろい、いやこれでも意外とこの食感でこの量食べたいってなった時に他の商品ないですよ、あー確かに、俺このサクサクの食感大好きで、はいはい、これをこの量食べたいってなったらこれ買うしかないなって思っちゃうから、なるほど、で今までないスポットだから、うん、自動的に買わざるを得ない、なるほど、うまい、おーい、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、はい、優勝が総合計6点取った人、6点2回、6点商品、俺も6点2回、結構言います、6点1回、じゃあ発掘俺とトモ君かな、そうですね、じゃあ白草
お、おめでとう。よっしゃー、岩窟を、岩窟を。はともくんとおっくんでした。ということで、はい、6ポイントの商品ぜひ皆さん買ってみてください。ぜひ買ってみてください。おすすめ。あとコンビニ行ったついでにはぜひeプリントでオルタナの写真プリントしてみてください。お願いします。発掘してね。発掘、ぜひ発掘して、全種類揃えてください。掘って掘って。はい。ということで、楽しんでくれたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。せーの、バイバイ。いや、6の壁がね、いや、7出なかったね。出なかったっすね。出なかった、出なかった。意外にまた第2弾でね、ちょっと満票目指してやりたいね。確かに、こっから発信してね。そうだね、したいですね。そうだね。